惨劇は今も全てのウイグル人、そしてウイグル人が置かれている現状に心を寄せる世界の人々にとって忘れることができない事件である。どれだけのウイグル人が虐殺されたのか、そしてどれだけのウイグル人が拘束されたままでいるのか、あまりにも事件が大きく、この人数を正確に知ることができていない。我々は無物虐殺事件から20年を迎えるにあたり、治安部隊による虐殺、その後のウイグル人の逮捕拘禁、さらには国際社会からの憂慮の声に耳を貸さない中国政府の姿勢に強い怒りと抗議の意思を表明する。ウルムチ事件以後、中国政府の弾圧の矛先はあっせんに耐えかねて中国から逃れたウイグル人にも向いている。2009年12月にはカンボジアにおいて22人のウイグル人が国連難民弁務官事務所に亡命申請していたにもかかわらず中国に強制送還された。さらに今年6月にもカザフスタンにおいてエリシリン・イスラエル氏がスウェーデン政府が亡命先として受け入れを表明していたにもかかわらず中国に強制送還された。これらは中国政府がカンボジア、カザフスタン政府に強く圧力をかけた結果であることは明白である。彼ら亡命したウイグル人が中国に強制送還されて待っているのは長期にわたる抗議、もしくは試験ではないのか。我々はウルムチ事件の際に不当に逮捕された人々とともに強制送還された人々の一刻も早い解放を強く要求する。また、ウルムチ事件が起こった根本的な原因であるウイグル人の若者の強制移送、厳しい政治的、宗教的抑圧、経済的差別、ウイグル語や文化の制限といった民族同化政策をすぐに止めるよう強く求める。我々はウイグル人に対し中国政府が行っている民族浄化政策の全てを広く確実のもとにさらし、中国政府がその全ての罪を受け、ウイグル人の尊厳を取り戻す日が来るまで訴えを続けていく。これは我々が未来において我々が守るべき全てのものを子や孫になるために絶対に成し遂げなければならないことである。平成23年7月2日、日本ウイグル協会。中国は侵略をやめろ。